10月最先端の産業技術が一堂に集まるアジア最大級のイベントが開かれた。そこには大手電機メーカー三菱電機も出展。自立走行ができる搬送用ロボットや人工衛星などの宇宙事業、高度な温度検出が可能な赤外線センサーなどが展示されていた。三菱電機ではこれらの技術で5つの課題解決を目指す。このうち廃棄物などを資源として再利用し循環型の社会を目指すのがサーキュラーエコノミー。独自のリサイクル技術が来場者の関心を集めていた。当社ではこれまでマイクロ波の技術というのは事業で獲得してまいりました。それをこれからこちらのリサイクルの分野にも適用してまいりたいと思っております。非常にご関心が高いなというのは肌を持って感じております。その三菱電機の展示を興味深そうに見ている男性がいた。うちの工場はいろんな最先端の機械とかもねやってるし、いや実際ね売り込みもありますよ。うちの三菱電機の社内から。佐藤勝則63歳、三菱電機のグループ企業に勤めている。今世の中ね地球環境を守るとか、資源を大事にしようとかそういうことで当社まさにそんなことをやってるとこなんでね、もっともっとうちの会社も世の中に出て PR することも必要なんじゃないかなというふうに思います。千葉県市川市、佐藤が勤めるのは国内最大級の家電リサイクルプラント、ハイパーサイクルシステムズ。ここで処理された電化製品の 97% はリサイクル素材として再利用されるという。持続可能な社会を目指す上で必要不可欠なエッセンシャルワーク。しかし大きな課題があった。それは人材不足と若者離れ。自動化をいろいろ進めてるんですけども、やはり、どうしても最後は人の手でというところがありまして、そういう意味では今人材の確保っていうのが、非常に課題になっていると。若者には敬遠されがちな企業ですので、いわゆる若者離れが進んでいる中で、我々がしっかり対応していかないとダメだということだと思います。この課題を解決する一つの試みとして立ち上げたのがサッカークラブ。運営を担うのが佐藤。社会人になってもサッカーを続けたいと希望する若者を社員兼選手として取り込みたいと考えていた。将来性があって、安定していると。からあとは働きながら思いっきりサッカーできる環境を提供していくと。しかし創部から3年仕事とサッカーを両立している社員はわずか3名。結局は選手の話を聞く、会社の要望を聞く、それから変えていかなきゃいけないこと、これを結局一つ一つやっていくしか解決していくしかないし、で無理なものは無理だってこともあるし。企業はそしてチームはこの状況をどのように乗り越えるのか。サッカー部員の一人、入社2年目の鈴木蓮。高校、大学とサッカーの名門校を歩み、将来の夢はプロのサッカー選手だったが、しょうがないですね。もう同じポジションに3人もプロがいたら、それは出れないなっていう。社会人になってもボールを追いかける充実した時間は失いたくなかった。理由はもう単純にサッカーが好きなんだからだと思います。やめなくてよかったなっていうか、続けてよかったなっていう気持ちはありますね。今社会人チームは減少の一途をたどっている。東京都に至っても社会人連盟に加盟するチームはこの25年でほぼ半減している。やっぱこう日本サッカーの底上げっていうところで、このアマチュア層っていうのは
やっぱ僕らこうサッカー界の OB が盛り上げていかないといけないかなって思ってるんで、まあ、いろんな活動もさせてもらってます。人材不足などの社会課題とキャリア形成で葛藤する選手の思いが交差する社会人サッカー。サッカーとともに人生を歩むために今必要なものとは何か、日本サッカーの未来を考える。2022年9月25日、千葉県木更津市、とあるサッカー場に佐藤の姿があった。今日は、まあ、優勝の天王山というか、大事な決戦ですんで、気合い入れて行こうかなと。佐藤が部長を務める HCS フットボールクラブは2020年創部。毎年カテゴリーを上げて、今シーズンは千葉県の社会人リーグ一部に所属し、現在首位を走っていた。残り3試合、この日は2位との直接対決。勝てば大きく優勝を引き寄せる一戦だった。もしもし。ああ、はい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 。今行くわ。はいはいはい。社長来てるから行く。ぜひお願いします。お前の力で。一応グータッチ。お疲れ様です。お疲れ様です。午後5時30分。この大一番に会社のトップも応援に駆けつけた。今日は決まらないでしょうけど、優勝を勝てた一戦になるから非常に楽しみにします。お疲れ様です。お願いします。HCS が今シーズン結果にこだわる理由がある。それは一つ上のカテゴリー、関東リーグ昇格のチャンスがあるからだ。千葉県一部で2位以内に入ると1都7県の代表が昇格をかけて戦う関東社会人サッカー大会への出場権を獲得できる。より高いレベルでプレーできる環境があれば、社員選手を獲得する上で大きなアドバンテージとなる。ワン、ツー、スリー、イエス、オッケー、シャー、よー。試合は前半から HCS がペースを握り、相手ゴールに迫る。そして20分、 HCS が待望の先制点を奪う。1対0とリードし、試合は後半へ。 HCS は攻撃の手を緩めない。そして54分、追加点が生まれる。さらに試合を決定づける3点目。HCS が3対0と勝利を飾り、首位をキープした。最後まで、みんな集中切らしてなかったし、3点のリードも全然みんな安全だと思ってなくて、まだあと2試合あるから、しっかりとまた準備して優勝したいですよね。最後は優勝っていう形で、ね、終われるように、あと2戦頑張っていきましょう。 OK、 よし、まあ、みんなで、ね、やっぱり勝利こう分かち合うというか、まあ、ベンチもスタッフもそれから何人かね、やっぱり応援に来てくれて、まあ、そうするとみんなモチベーションも上がってくると思うんで、だん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 チームらしくなってきたかなと思います。次の試合しっかり、勝ってですね、優勝しましょう。自分たちのサッカーやりきって優勝しましょう。よっしゃ、せーの、しゃー。この日の対戦相手の代表を務めるのが元 J リーガーのカレン・ロバートさん。社会人サッカーについて話を聞いた。やっぱイギリスでもオランダでもそのアマチュア
のサッカーの立ち位置だったり、まあ、そこからこう上に目指す選手たちのモチベーションだったりまだ整ってないっていうのを感じたので、やっぱこう日本サッカーの底上げっていうところでこのアマチュア層っていうのはやっぱ僕らこうサッカー界の OB が盛り上げていかないといけないかなって思ってるんで、まあ、いろんな活動もさせてもらってます、はい。まあ、全国的にこうサッカーチームが減ってる中で、まあ、どんな形であれサッカーをしている子たちがこうサッカーをしたいっていう子たちが、やれる環境を、まあ、僕らが整えていかなきゃいけないと思うので、まあ、形は違えどやっぱ思いは一緒だと思うので、こう日本サッカーのためにってところは、まあ、切磋琢磨してやっていきたいと思います、はい。試合から3日後の午前8時、入社2年目の社員選手鈴木蓮が出社してきた。実は嬉しいことがあったという。2位以内、あ、そうなんです、決まった。3位の市川が負けたらしくて、そうですね、一安心ですね。2位以内が確定、関東社会人サッカー大会への進出が決まった。鈴木は正社員として仕事にも積極的に取り組む。2年目にして責任のある仕事を任されている。入社して半年過ぎぐらいにはもう徐々にこのリーダー的なことをやらされて、まあ、どんどんいろんなことを覚えてってっていう感じですね。鈴木さんは、よくやっていただいて、あの、大変助かってます、仕事の飲み込みも早いですし、まあ、これから の、 まあ、会社を担っていく、まあ、人材に、まあ、育ってくれることをちょっと期待して、今指導してます。午前の仕事が終わると昼の休憩、社内の有志が制作した壁新聞が貼り出されていた。嬉しいことですね。他の社員の方が気にして見てくれたりするので、まあ、話の話題になったりっていう感じです。ちなみに同僚は鈴木のことをどのように見ているのだろうか。一生懸命やってるんで、ね、少しでもいい結果が出ると、ね、嬉しいなと思います。仕事とサッカーの両立は本人の努力や思いだけでできることではない。そこは会社の理解があってこそ。まあ、正直なところを言うと、やっぱりその残業であったりとか休日出勤というのもやっぱりあって、彼がそこにこうなるべく関わらなくてもサッカーの練習の方に、専念できるような形で調整をするところっていうのが、まあまあ、あの、大変ではありますけれども、会社としてもやっぱりその残業休日をどんどん、まあ、なくしていくような形で進めていければなと思いますけど。午後5時30分、仕事を終えた鈴木の姿があった。これも取るんですか。よいしょ。練習に龍ヶ崎の方まで向かいます、バスで。1時間ちょっとです。HCS は茨城県の流通経済大学と提携し、練習グラウンドや選手を確保している。鈴木は学生と同じメニューをこなす。1日の仕事を終えた体にはなかなかハードのようだ。それでも2時間余りの練習を精力的にこなした。練習を終えると千葉県にある一人暮らしの自宅に帰る。大体ご飯食って風呂入ってとかするともう11時過ぎたりするんで、まあ練習ある日は本当12時半とかですかね、もう寝ようってなるの。
翌朝7時の電車に乗り、1時間ほどかけて会社に向かうという。大学時代は寮生活だったため、社会人になって初めての一人暮らし。もちろん家事も自分でこなす。練習着と仕事着は一緒に洗濯して、で普段使うタオルとか、あと私服とかこういう移動着とかは別で洗うみたいな感じです。いや、なんか臭くなるのが嫌だっていう、汚れてるっていうのもあって、なんでそこはちょっと分けてます。食事は自炊が多いというが、練習のある日は外食やテイクアウト、遅い夕食をとる。鈴木は高校サッカーの名門流通経済大学附属柏高校出身で、全国大会も経験した。大学も強豪校の流通経済大学サッカー部に進み、ディフェンダーとしてプロを目指していた。自分と同じポジションには、今列やってる厚木、京都にいるアピ、山賀にいる高人がもう同じポジションだったんで、これはプロは難しいなっていうのは思いましたね。そして鈴木は HCS フットボールクラブにプレーの場を求めた。将来的に考えて、このハイパーっていう会社でサッカー続けながら仕事もしっかりして正社員でやってった方が、将来的にサッカー辞めた時にいいんじゃないかなって思って続けてるって感じですね。仕事とサッカーの両立、その厳しい現実に辞めていく社員も多い中、鈴木はなぜこの生活を続けられるのだろうか。理由はもう単純にサッカーが好きなんだからだと思います。で、友達にもやっぱサッカーをやめてた人たちもいますけど、やっぱりサッカーやりたいっていう子たちも何人かいるんで、続けてよかったなっていう気持ちはありますね。好きだけで続けてるんだと思います。10月9日、リーグ戦は残り2試合。この試合に勝てば優勝が決まる。ベンチ外の選手たちも一丸となって戦う。メンバー入れてないっていう悔しさもありますけど、チームとしてこう勝っていい流れ持ち込んで、関東2部に行ってほしいという思いで応援してます。今日来てない人もいて、全員の思いがあってのハイパーなんで、今日はみんなの分も、自分がこのメンバー入ってる人と入ってない人の間の駆け足になって、チームつなげて勝利できるようにしたいです。ナイスレイさん、今日も気合入ってる。また優勝だね。うい、優勝だった。前半雨で滑りやすくなったピッチの影響もあり、ボールがつながらない。さらに選手たちには優勝の気負いも感じられた。スコアレスで試合を折り返す。今勝ったら優勝、ね、あんまり意識しなくていいから、このゲームを楽しむ。で、勝った時が優勝だ。しっかり楽しんでやっていこう。 OK。後半、主導権を握ったのは HCS。 果敢にゴールを狙う。守っても鈴木が見事なカバーリングでピンチを防ぐ。そして79分、 HCS が待望の先制点。さらに HCS は攻勢をかける。追加点こそ奪えないが、
チームは高い集中力を保っているように見えた。しかし後半アディショナルタイム、痛恨の失点。つかみかけていた優勝は寸前のところでこぼれ落ちた。次で終わるわけではないんで、あと2ヶ月後、ね、目指していくんで、まあ、これも一つの過程だから、最後の失点はいい、なんていうかな、勉強になったと思うんで、もう二度とああいうことにならないようにね、まあ、やりましょう。はい。まあ、もう一点ね、先に決めといたら、こんなドタバタしないで済んだかもしれないけど、逆に一週間楽しみが増えたと、気を緩めんなってことなんで、はい。最後のセットプレーは、ディフェンスラインがバラバラになってしまって、良くなかったかなっていう、最後まで、自分が統率できてたら、まあ、失点はなかったのかなと思いますね。まあ、あまり経験しないことなので、これいい経験として、まあ、昇格戦次の試合でも生かしていければなと思います。10月チームの頑張りに応えようと社内の有志が動き出していた。製造部で主任を務める山口、試合の告知や結果を掲載する壁新聞を作成している。まあ、こういうのちょっと作るのが、まあ、得意な方なんで、これのを担当しております。その山口、もう一つ重要な仕事を任されていた。この日はあるミーティングが開かれた。まだサッカー部でエンブレムができてないんですよ。まあ、関東大会もあるんで、ついでに横断幕、まあ、それも制作しようかなと思ってるんで。山口に託されていたのはチームの象徴となるエンブレムのデザイン。うちのサッカー部の、エンブレム、これをですね、ちょっといよいよ決めたいなというところ で基本はやっぱりこのバード君、ハイパーバード君推しでバード君を採用しています。デザイン候補は6つ、そのすべてにあしらわれているのは会社のマスコットキャラクター、ニワシドリという鳥がモチーフになっている。ニワシドリは木の枝や花などを収集し、美しいオブジェを作る習性を持っている。それが使われなくなった家電を資源に変える会社の姿と重なるという。エンブレムにこのキャラクターは欠かせない。 SNS に載せて飛んでってもらおうか。いや、いいですね。やっぱり浜昼顔を入れたいなっていうのと、ね、循環型サーキュラーエコノミー、それをなんかこう表現できたら非常にいい。話し合いの結果、近隣に生息している植物や循環を表現する3つの矢印をデザインしたこのエンブレムが採用されることとなった。さすがですよ。やっぱり上手ですよ。さすがですよ。じゃあ、はい、そんな感じですか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ真ん中の、はい、あれですね、下のターンのやつ。はい、ベースということで。リーグ最終戦。HCS は負けても2点差までなら優勝が決まる。圧倒的に有利な状況でも選手たちは懸命に勝利を目指した。選手の大部分を占める学生たちにとってはこれまで縁がなかった社会人チーム。それでもこの時間は彼らにとってもサッカーと共に歩むかけがえのない時間だった。結果はスコアレスドロー。勝ち点1を積み上げて HCS は優勝を飾った。優勝や、優勝。
よいしょよいしょよっしゃよいしょよっしゃハイパーから、はい、1人1個ずつだと思うけどちょっと待ってくださいありがとうございますありがとうございますあ、日本一うまいドラ焼きなかなか点取れないんだけどねいやいやでもいい15本ぐらいで言ったけどいやでもいい試合いやいやもう良かったですわ良かったです家族サービス次回しましたありがとうございますナイスゲームはい、どうもすみませんあ、しかし40年にわたるサラリーマン人生今佐藤は新たな生きがいを手にしていたやっぱりこういう若い子と一緒にそのピッチにいるっていうことだけでも幸せだししかも勝ち負けにこだわるなんていうのは、まあ、僕も60過ぎてますけどこの人生で60過ぎてそこにこだわることがあのすごく幸せだし非常に本当にラッキーですよね鈴木にも新たな目標ができたようだもう体が動く限りというか続けたいと思ってますでその後はなんかハイパーの監督でもやれたらいいかなっていう個人的に思ってます会社から見てサッカー部の価値を上げていければいいかなっていう感じです番組では引き続き HES フットボールクラブを取材チームは2023年春に入社する新たな社員選手の獲得を目指すそして関東リーグ参入への登竜門関東社会人サッカー大会での戦いに密着生涯サッカーと共にあるために大切なこととは何かその答えを見つけるチームの挑戦を追いかける